はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回はサントリーの黒絞りの、高熟ブラッドオレンジ。果汁が 20% です。アルコール度数 5%。オレンジピール新石種使用。書いてありますね。まあ、ただ、まあ、黒絞りは完全に本絞りのパクリという商品だと思ってるんで、多分そんなに美味しくないと思います。真っ赤に熟したブラッドオレンジの果汁をオレンジに加え、さらにオレンジピール新石種を合わせました。豊かな香りのオレンジ蒸留酒を隠し味に加えることで、上質な甘みと酸味を一層引き立てています。果汁せん、反対にします。多分そんなに美味しくないんだよ。黒絞りはね。本絞りに比べると美味しくはない。もう分かってるんだけど、一応ね。で、乾杯。前も言ったと思うんだけど、レモン味とかは果汁 20% とか 10% それ以下でもなんとかなるんだけど、オレンジ味っていうのはやっぱり果汁が 20% とかだと 50% 以下だとどうしてもしょぼい、まあ簡単に言うと、まあ薄めてその味が残るかなんだよね。だからオレンジっていうのはそんなに味濃いわけじゃないんで、レモンとかグレープフルーツみたいに味濃くはないんですよ。だからね、まあ果汁 20% にしたらよく頑張ってる方だと思う、これは。そこそこ、美味しい。だけど、やっぱり、100% のオレンジジュースが、コンビニとかでも、どこでも売られてるわけじゃん。で、よく飲むでしょ。それで慣れ親しんだ味からすると、どうしても薄い。どうしても明らかに薄い。だってそりゃそうだよ。果汁たった 20% しか入ってないの。100% オレンジジュースの5分の1しか入ってないの。それ以外全部炭酸水で薄めてるわけだからね。それは当然なわけ。ただこれの場合、オレンジピール新石種っていうのを使ってるから、まあそこそこマシにはなってるんだけど。まあでも、まあでも、無理やね。だからオレンジジュースっていうのを、中杯にするっていうの自体向かないんだよ。オレンジジュース自体。だから、向くか向かないかでいくと完璧に向いてないんだよ。中杯向けじゃないんだよ、オレンジって。
ただこの商品は他のその国絞りの普通のオレンジとか、あと本絞りのオレンジに比べるとだいぶ頑張ってる。うん。かなりあのオレンジの味出てるんで、そこは評価します。確かに。うん。他の国絞り、普通の国絞りのこのプレミアムバージョンじゃない、国絞りのあの果汁 37% のやつ、よか多分果汁感があるね。これは。あと本絞り。本絞りの、あの、オレンジ味だっけ？確かあったよね。これ、本絞りのオレンジ、果汁 45% だけど、多分それよか、こっちの方が味濃いと思う。さすがなんかプレミアムだけある。国絞りプレミアムと名乗るだけあるな、という感じはする。だから、オレンジの、あの、チューハイとしては、多分、俺が今まで飲んだ中で、オレンジのチューハイの中で、多分、これ一番うまい。うん。うん。オレンジ系のチューハイで、多分、これ一番うまいと思うね。たったの果汁 20% しか入ってないのに、ここまで、その、オレンジの味を、出してるのがすごいなっていうのは思うけど。うん。多分オレンジピールの新石酒を使ってるのと多分コクが強いブラッドオレンジを使ってるのが要因なのかな。いや、よくはできてる。うん。よくできてる。よくできてるよ、確かに。多分ね。うん。多分な。でもやっぱり、オレンジはやっぱチューハイに向けじゃねえなっていうのが、もう大体はっきり上がる。ああ。そう考えると、やっぱり最強は自分で、オレンジジュースか、100% のオレンジジュース買ってきて、で、ウォッカで割って、スクリュードライバーを作る。これよ。本当にね、自分で作ると、スクリュードライバーめっちゃうまいから。マジ。マジでね、100% オレンジジュース買ってきてね、自分でね、ウォッカでね、スクリュードライバー作るとむちゃくちゃうまい。マジで。うまさのね、あれがね、もうこんなのレベル違うからね。次元の違うね、うまさがね、ほわーってなるよ。あと、もしくは、カシスオレンジとか 100% カシスオレンジとか作るとね、100% でオレンジジュースでカシスオレンジ作るとものすごい美味しい。半端ねえ。クオリティが違う。甘さ。うん。香り。まあ、よく頑張ったっていうことを、考慮して、まあ、三つ星ぐらいだ。厳しめでいくからね。こういうの。3443です。ご視聴ありがとうございました。